角には福来たる。はい、おはようございます。ピーマット TV 出演メンバーのレナです。本日3度目の出演となるんですけれども、この番組はですね、笑っていれば、どんなに辛いことがあっても、笑っていれば福が来るであろうと信じてやまない演者たちが挑んでいくというような、簡単に、番組となっております。全然好きな窓通空いてたんで窓通にしようかなって思います。角かな、角にしようかな、角で、はい、窓通でいきます。まあでも早いな、当たり、え、めちゃめちゃ早い当たりです。天井とかなのかな。はい、814ゲームで、投資が2万4000円です。手がれきましたね。やっぱ 初めてのラッシュが、アミさんエピボーです。はい、手がれきました。初めてのラッシュはエピボーからっていうことですね。97枚終わりましたね。一旦自分の中でリセットしよう。今日一日楽しくやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。思います。まあ、ここまで来たら、まあ、今ちょうど午後の時間帯に、ね、なってきたので、まあ、こっからって感じなので、この4枚目からちょっと行きたいと思います。午後からのっていうのを見せれたらと思います。で、大移動とかも実際結構今日できる感じなんですけど、まあでももう今日前日するってもう言ってたし、今の時点で全然ラッシュ1回も伸ばせてないっていうのとっていうのもあるので、もう今日は信じて打つっていうので全通でいきます。これでね、午後、まあそうですね、展開を見せれなかった時のことを考えると地獄なんですけどね。この感じのペースで行くと危険なので、どこかでストップかけましょう。スイカちゃん、さっきからね、子役引いても全然子役行かせてないっていうのがあるけん、ここからは行かします。まずちょっと ボーナスを引いて、そこからラッシュ入れるか、まあせめて結界を1回ぐらいは突破する。そんなね、普段やってて難しいことじゃないんですけどね、まあ、あとは引きだけって感じなので、まあ午前中とか今まで打っててその見てたらあれなんですけど、もう本当に設定とか子役とかの話とかじゃなく気持ちで前通って感じなので、もう本当引きだけ今頼りにやってるって感じなので、まあね、ちょっともう朝一のね当たりだけって感じで、もうずっと右肩下がりなので、ここでグラフをね上げないと、まあ、昨日もちょっとっていうのがあるので、特にもうここで上げるしかないですよねっていう感じで、とりあえず、まあ、言えることは目標、
さんの目標、目標を一旦下げないとダメですよね。まずは、まあ、結界なりボーナスからなりラッシュ入れて継続させてクエストする、ここまでちょっと今一旦下げて一個ずつ階段登ろうかな。久々に見たなんかチャンスね。なんかいい音聞けてよかった。はい、どうしようかな。やっぱ扉見よっか。今日のこれで、ボーナスビッグ5回目。ここで行かないと気づいて、マジかー、しまんないかー。久々で音楽消えたから頑張るしかないっすよね。もういや結構念押して打ってる。あなんかこういう形で金扉見ることになるとは思ってなかったですけど。はい、持ちコインで行きました。紫ちゃんですね。金扉見たけん次はこっち見ましょう。見せてください。ダメだ、ダメだった。今日キュッぷい多いっすね、やっぱね。まあまあビッグ来ただけ。何かしら理由つけて自分励ましてる気しかしない気がしてきて、気持ちの問題とかは抜きにして見せ場がねなさすぎて、そっちの方をちょっと今心配してますね。見せ場結構投資あれなのでずっとしてる感じなので、見せ場ないとね終われないから、逆に見せ場のためには移動した方がいいのかな、そっち考えちゃうようになっちゃうんですよね。まあ、移動した件って言ってね、あの見せ場がとかあれでもないですけど、 A タイプとかね見ちゃうと思うんで、これは5枚目に行く感じなのか。せめてね当たりが明るくなってくれたら。もうこれ本当フリーズとか引かない限り結構きついですね。めちゃめちゃ久々の強制3回目やばい。早いんだよ。いや5枚目か。あいつら違う魔法少女なら見くだりなどを守る。
やめて。この辺りが臭いな。油断するんじゃねえぞ。いやーきつい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 よ。骨漏れてる。きついよ。せめてもう一回ラッシュね、もうだけ入ってくれたらもう正直もうね、こんだけラッシュ入らなさすぎるともうラッシュ入ってくれたら多分めちゃめちゃ嬉しいですよね多分今。ラッシュ一回入って、やめようと思う。今ね、ずっとこういう感じでじらしてる間にもうね、結構ね投資がいってるので、これ結構ここ行かないと。あー、ホムホム、誰だろう。この辺りが臭いな。油断するんじゃ。来るでしょ。京子ちゃんか。京子ちゃん、頑張ろう。改めて聞くけど、本当なんかムー、何個です。真珠を真剣にね。いいですよ。もうこれだけでもなんか楽しいんですけどね。はい、よかった。これ絶対もう来たじゃん。さすがにね、もう安心して打ちましょう。いや、これは心折れる。これは折れる。いや、京子ちゃん来た時、京子ちゃんプライベートでも全然ダメなんだよなっていう話だったけど、信じて頑張ろうと思ったのに。おう、今の外したのは本当にもう厳しいし、粘ってっていうのも結構もう厳しい状況なので、気持ち的にもう全通って、まあ、言ったんですけど、今、投資がもう5枚目が終わるかなって感じなので、まあさすがに5枚目切ったらちょっともう移動しようかなっていうのをちょっと視野に今入れてる感じで打ってます。こう本当に取れ高がマジでなくて本当に申し訳ないですけど、めちゃめちゃ全通の気持ちで、ね、粘って頑張ってたっていうとこだけそこだけですね。もう本当マジで申し訳ないです。ラッシュ入んない動画とかあるんですかね、逆に。びっくりします。逆に珍しいみたいな。はい、ちょっとさすがにこのままだと
何も聞けず終わりそうなので、もうめちゃめちゃ粘って頑張ったんですけど、ちょっときついなっていう、もう一言ですね。ちょっと他の台見てみようかなって思います。はい、ということでですね、A タイプとかいろいろぐるぐる回って A タイプ打とうかなと思ったんですけど、ちょっと信頼が空いてたので、まあちょっと全然打ったことないんですけど、順蔵もいいし新しいしということで、ちょっとでも何か見せ場ができたらいいなということで、信頼のブラックジャックを打っていきたいと思います。投資がね結構本当にもういってるのでって感じなんですけど、 A タイプと思ったんですけど、ちょっと頑張っていきたいと思います。ブラックジャック、私今までの出てるやつも一回も打ったことないんですよね、本当に。なので本当の初打ちって感じなんで、全然なんか分かるとかもう全くないんですけど、何か演出をね見せれたらいいなって感じで思ってます。いやー本当に、それにしても今日はある意味いろいろすごい日になりましたね。結構会いに来てくれた人もたくさんいた中で、大丈夫ってやっぱり言われるぐらいは本当に結構めげずに頑張ったんですけど、申し訳ないです。わかんない台とか初めての台も結構あれですよね、楽しみながらっていうか打てるので、気分転換にはでもなるかも。でもいいですね、新鮮ですね演出が。何も分からず当たったんですけど、よかった、めちゃめちゃすごいいい音ですね、綺麗なレインボーで。はい、投資がですね2000円で、総投資が5万4000円で、初めてのビッグじゃあ分かんない、ビッグかまだ分かんないのか、打っていきます。ボーナス本当ね無知すぎて逆にあれなんですけど、バーですね、レギュラーボーナス。あ、すごいですね、いっぱい演出があってちょっとめっちゃ気分転換楽しい。この7ゲーム間に引けばいいのか、すごい派手ですね。リゼロ感覚かも、なんか。はい、てな感じで、あ、引き戻し抽選があるんですね。なるほど。暑いじゃないですか。任せなさい。なるほど。青カットインが。そうですよね、なるほど。ラストですね。あ、ダメだったっぽい。たまれた、マックス。合格。
おすごい1万ポイント。ここで一番広角がダメなのか。暑そう暑そう暑そうには見える。ブラックジャック、あ、来た来た、初めてのやつ。これで対決して勝てばいいってことですよね。勝ったらボーナス。対決相手で期待度変化。え、リキさんどうなんだろう。めちゃめちゃなんか強そうだけど。かわいいな。ブラックジャックってどんなゲームだったっけ。負けたの。かわいいな。おおー、この子はえなこちゃんじゃないの。助けてくれたって形で一応勝ちましたね。これは全然なんかさっきは結構ここら辺まで来てましたけど、これはボーナスかな。ボーナス確定ってかではないのかな。きついきつい。せめてビッグ引かしてほしい。はい、終わるのはとても早いですね。暑いと思ったんだけどな、さっき。でも青文字ってことはやっぱり暑くないのか。ですよね。お、これは来たんじゃないですか。めちゃめちゃ暑いでしょこれ。あ、来た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 。ST ストックタイム。これめちゃめちゃさっきやりたいって言ってたやつ。ここでもうちょっとここが多分見せ場しかない今日の。ビナとかだったらどうしよう。すごいすごいすごい、そう、赤になった。これ結構なんかマジでここが見せ場ですよね。すごい、めちゃめ、なるほどなるほど、一回ストックしてそれをループみたいな感じなんですね。ラウンド1、今ラウンド2。ん、なるほど、こういうこと。え、結構見慣れてないけん失敗しそうだった今。子役？終わりそうだ。終わっちゃいましたね。24枚。こんなもんなの？いや絶対違いますよね。こんなもんじゃないですよね。めちゃめちゃ引きがないってことですよね多分これ。いや今度こそやっとビッグ来ました。まあストックしたからビッグですよねきっと。これで終わりなのかな。いやー、
全然やれなかったやつですよね。と。あ、なるほどね、なるほどね。今ここで枚数を稼いで、もうそうですね、すいませんって終わらせてもらうしか。ラスト198枚、多分これ、こういう背景とかもいろいろあるんでしょうね、きっと。終わり。マジ終わり。期待枚数全然いけないやん。はい、168枚ラウンド6って感じでしたね。ここでまあ戻んなかったらもうステージ普通になっちゃうって感じ。はい、ということでですね、今ので終了ですね。はいって感じで、終了したので、長い間ですね、ちょっと付き合ってもらってるので今日はこれでですね終了したいと思います。はい、お疲れ様でした。本日の実践終了いたしまして、まず結果からお伝えします。投資がですね2773枚の回収が223枚で、3枚が2550枚ということで、もうめちゃめちゃちょっと負けちゃったっていう形になったんですけど、まあ朝一、まあそうですね、抽選番号、いい番号がなかなか取れて22番だったので、まあ前回、まあそうですね、狙い台でマドッツリゼロバジ3っていう形で言ってたので、ちょっとリベンジをと思ってマドッツ行ったんですけど、まあ、ああ本当に見せ場が何もなくですね本当にエピボぐらいな感じですぐらいの、本当に見せ場なさすぎて、もうどうしようかなって感じで、長々とですねちょっと今日は長めにお付き合いいただいて、で最終移動して A タイプと悩んだんですけど、ちょっと A タイプも全然質が見せれそうにないなっていうので、全然打ったことない寝台をちょっと触ったっていう形で終わることになったんですけど、もう全然わかんないので、本当にそれもただただなんか演出を見ていただけたらくらいの感じになって申し訳ないんですが、そんな感じで本日は終了することにいたしました。はい、次回もですね、また、バラカド出演させていただく機会がありましたら、ぜひですね温かい目で見ていただけたらと思います。はい、ということで本日はありがとうございました。